12月31日の朝です。もう9時近い、8時52分。ジャン君、ポンちゃんもまったりしています。花、もう花も白く飛んじゃうね、このままの状態はね。こんな感じでーす。ジャン君、甘えてますか？9時ごろにようやく日が当たる感じですかね。これから2月くらいまではもっと日は落ちていくのかな。そこから冬至そして、春になっていくという感じですが、部屋の中をできるだけ新年から春めいた感じにしていきたいと思います。心がね、寒々しくならないようにね。ポンちゃん、はい、この問題は別の動画でやりますが、ポンちゃんが、扉を開けて隣の部屋に行ってしまったという事件が昨日の夜ありました。深夜近くですね。それをまた連れ戻して部屋を、閉めるという行為をするのに結構、寒いし夜眠れないし大変です。この解決方法、これから取り組んでいきます。ポンちゃんはなんでってなっています。はい、ジャン君、ジャン君もおいで。ジャン君、そろそろ日が当たりますけど、ジャン君、ポンちゃんがここにいたから花をですね、ここを立てるとちょっとあれかな、束にしたんだけど立たない。はい、ほら
花をちぎるんではありません。ケンくん。かわいい、ぽんちゃん。はい、ケンくん、こっちおいで。あ、やだやだ。はい。ダメ。ちゃくん、あ。やった。噛んだね。はい、そこでいいです。ちゃんくん。ちゃんくん、2018年。終わりに近づいていますよ。まだ朝だけどね。じゃんけん。はい、ポンちゃんおいで。ポンちゃん。はい。うん。はい、ポンちゃん。ジャン君とポンちゃんが行く年来る年を惜しんでいます。来る年は惜しまないか31日の今お昼ちょっと前ですね、日はもう東側の窓からは差し込んでいませんが、この辺があったかいのかな。はい。ごめんね。はい、いい子だね、ジャン君。ポンちゃんがいいところに寝ていたので、花を全部ポンちゃんの周りに集めました。お花の似合う黒猫です。はい。ここには。甘えん坊がいます。はいはい。ポンちゃん。
お腹空いてんの？お腹が空いてるたまや。そうですか。お腹が空いてるっていうよりはチュールが食べたいってことかな。ポンちゃんチュールだって。